中国で行ったところまとめということで、早速紹介していくんですけど、ここは中国の詩人徒歩の旧邸宅周辺。徒歩は昔貧しかったから家は残ってないんだけど、伝統工芸品がたくさん展示されてた。麻雀する人たち、次世の人たちは洪水で足が水に浸かっても麻雀してるらしい。このトウモロコシスープめっちゃ美味しい。チベットの人たちがライブやってる。このパンダは四川の中心街のマスコット的存在らしい。ちゃんと本物のパンダを見に行ったんだけど、この奥のファンファンってパンダが超大人気で1時間ぐらい並んだんだよね。あとは三国志の諸葛孔明のお墓、やっぱり諸葛孔明は大人気だよね。夕食タイム。夕食の後は四川の夜景を見て歩いたんだけど、影絵で踊ってるパフォーマンスとか橋の景色とか日本では見られないぐらいキラキラだった。翌日やってきたのはこの三神庭博物館で、中国の歴史のルーツが変わるかもしれないすごい発見がつい最近なされた場所なんだって。さて次はちょっと遠出するんですけど、高速鉄道を使って楽山大仏に向かいます。昼ご飯の店の内装がすごい。ここが入り口で、バスに乗っていくとチケット売り場まで到着します。入り口からめちゃめちゃでかい竜の池を通って木の枝を立てたら、はい、到着しました、楽山大仏です。この大仏は高さ71メートルで世界最大らしい。足に降りれるルートがあるらしいので行ってみることに。景色は綺麗なんだけど怖ー、階段が急すぎるのよ。足から見る大仏は真っ赤ですね。大仏の周りにも商店街とか風情のあるすごいいい橋とかあったりするから、もうぜひ行ってみてほしい。鉄道まで時間が余ったから伝統的な肉餅を食べてみたんだけど、これがすっごい美味しいのよ。とにかくパリパリで、この名前だから探してみてね。帰りがなぜか一等車だった、ありがてえ。あとはご飯をおごってもらったり、バーでお酒飲んだり、中国のお茶入れてみたり、中国の家庭料理もいただいたりしたんだけど、エビが生きてる。友人家族に招待していただいて、こんなに楽しませてもらいました。ありがとうございました。猫ちゃんかわいい。